脳天が言えるようになりました、はい、ただ3着になると20ポイントを失うんで、そうです、どこまで押し引きを、ね、押していくか引くかっていうのは難しいですよ。そうです、しかしハイパイ良さそうだ。そうですね、後ろポンだ、誰だ、高宮だ、すごい、行くぞ、こんなバラバラのところから仕掛ける高宮、ちょっと久々に見ました、ね、和屈ですか、そうですね、中身和屈さん、なんか仕込んだでしょう。何も仕込んで、いや、これですよ、これすごいすごい、ほら、すごい、小谷さんがやったらびっくりしないですけどね、高宮さんがやったらびっくりします。おっと、小さうれしい、単用になりそうですね、うん、仕掛けるかな、まあ、でもウーアン切るイメージですけどね、あの小谷さんは、うん、あ、そっか、普通にピンフ系でってことですね、はい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 、ここ高宮はでも役配ポーンはあそこからでも上がれる三段があるということですか、それとも何にも動かないですね、やばいです、これ泣いた後、あ、これで、うん、いい三点ですね、あの今 E ピンつまぎったんで単用にするあれもあったんですね、失礼しました、ユーミンちゃんが、急走落ち、両面泣きました。これでもこれですよ。いやあれあれやばい。これでもちょっとね微妙ですねこれ。大丈夫ですか。あ、これなんか起こるかも。例えば宮内のリーチに高宮手詰まってみたいな。そうすると高宮さんがやばい感じですか。ラスになればね。宮内さん結構苦しいんでしばらくなす、おっと、あと虎の罰走、泉さんもこの曲苦しいな、かどうさばいていくか、おお、なるほど、あとはこの手が進んでいくのか、これ魚谷さんリーチするんですかね、あ、キュッと締まりましたね、カンチーソーが入った、あとは気になるのはこのリャンカン系とペンチャン系、一応まだチューンがあるんで素直に裾行きますかね、いった、うん、怖いんだな、怖いんで分かる、すごい怖いのね、マンズほぐしたい、いや、しかも仕掛けのね高宮の神茶でラスならいけるけど3着だから今難しいんですよね、2000点は打てる、うん、C1、 いや、まさかこんな手だと思わないですもん、うん、そうですねまさか、あ、おこれはチャンスが出てきた、宮内すごい、あ、こっちも、こっちもだ、やばくないですか、マリちゃんは大丈夫ですか、うちのマリちゃんは大丈夫ですか、まあ、まだ大丈夫です大丈夫ですか、ドキドキしてきた、これはつもぎりか、あ、いや、E ピンがないか、 E ピンがないけどパーピンがあるか、難しいな、 E ピン、換算ピン決めってことですかね、あ、ポンテンだ、ただポンテン取ったらすぐ切りますかね、先につも線か、リーボー出てるからポンでいいのか、これ得点足りるんですか、足りますね、足ります、足ります、2000点は2300点、ドラ1個あるんで、あとリーボーもありますから足りますね、なんだ、どうした、固まったよ、やっぱりポンやめとか言うんじゃないでしょうねやめたら面白いですねおなんと、すごいよ、でもイーシャンテンまで来た、はい、なりふり構わぬこの仕掛け、カンサンピンすごくいそうですね、そうですね、あ、これ選択、カエルだ頑張れ、あ、カンウピンはほぼ、カンウピンはほぼないです、この辺はちょっと、あ、厳しいな、厳しい、選択が難しい、え、なんでカンス、そうですね、リアンピンが通ってるからだと思うんですけど、サンフーロが入ってて現物なんで、そういうことね、はい、これマリちゃんの裸見れますか、ロピン、見れますとも、マリちゃんの裸見れる、もちろん見れますとも、ファン待望の、
だ、いや、アンパイじゃないですか、単純に。あ、そういうことか。単純にアンパイだと思うんですけど、まさか脳天とはだって思わないじゃないですか。そっかそっか、打ったらおしまいか、うん、これで間違え、もうせざるを得ないですもんね、うん、スリー切って、うん、ローピンチーピン、うん、腹くくりましたと、あ、そしてこっちはテンパった、裸が見れる、見れないかな、サブローピン、うん、ローピンだとチーです、3ピンはチーできないんで、ローピンだと宮内当たるからそうか、3ピン切るしかないんですけど、3ピン切るしかないのか、いやもう単純に筋の数の問題で、ローピンはね、上の筋も当たるかもしれないし、そうですね、今でローワンが取ってるんですよね、そうなんですよ、そうなんですよ、ローワンが取ってるんで、あ、スーピンだった、待ち返したらダメです、あ、魚谷さんがちょっとすごい、これいろんなことが、魚谷の連チャンドメモ出てくる、あ、待ち返ですね、これローピン、ローピン通ってるね、宮内の泉が捨ててるから、うん、うわー、バレない、ウルタには伏せられないの、え、3着、あ、3着、そっか、うーん、で G1 か、伏せる気ないよ、伏せる気ないです ね、はい、どうやら脳天親流しにする気はないようですね。うわ、ペー、1万円切れのペー、1万円切れのペー、頑張った、また、うわ、うん、積もってたじゃないですか、大谷さん、 おっと、テンパ入れた、あ、うわ、それで論敗すごいいろいろありすぎてわけわかんないですけど、これ泉一人の手ですか今のところは、あ、テンパった、スーピン切れば助かる、スーピン大丈夫、スチソー、全員テンパイ、全員テンパった、そして高宮の上がりまであるんじゃないですか、高宮の上がりはね、ほぼないんですよ、6番、あ、これある、これはある、あ、残念、かわいそうですけど、これは止まんないですね、まさか高宮さんが上がるって想像しました今、いやし、なんか俺は十分想像できたでしょう、ワックスプロ、だってあのパラッパラ具合がやばかったです、だってあれだってあそこから仕掛けるってこと自体でもう賞賛があったってことですよ、すごいですよ、